中日ドラゴンズは2022年オフに大型トレードを行いましたが、そのトレードが有能すぎたということが最近話題になっています。トレードで放出した選手と獲得した選手の現状の比較を見ていきます。まず1つ目、最も大きな話題となったのは阿部選手と涌井投手のトレードです。中日ドラゴンズのセカンドとして OPS0.735 を2022年に記録したのが阿部選手です。守備仕様もセカンドでそんなに悪くなかったんですけれども、立浪監督は年齢的なところであったり動きの面とかも考えて、終盤はサードにコンバートしていたんですね。一方、涌井投手は怪我もあって10試合の登板、なおかつ36歳のシーズンというのが2022年でした。ホームランを打てる打者を放出してどうするんだと、若返りをすると言って涌井投手を取ってどうするんだと、否定的な意見というのはかなり正直多かったかなと当時は感じておりました。ただ阿部選手は楽天ではセカンドを守っておらず、レフトであったりファーストとか打撃重視のポジションを任されていて、なおかつ打率としても1割7厘で2軍に降格ということになっています。一方で涌井投手は先発ローテーションの柱としてエース級の活躍を見せています。大野雄大投手が離脱したこともあって、涌井投手がいなかったら本当にまずい状態だったというところですね。続いて強打選手と砂田投手のトレードもものすごく大きなプラス要素になったと、こちらを見ていきます。強打選手は2022年打率が1割台、守備仕様も大幅なマイナスとなってしまっていました。2軍でも打率が1割台という結果でした。一方、砂田選手は2022年15試合投げて防御率が 5.68 と、強打選手も砂田投手もどちらもいい成績を残したシーズンがあった一方で、成績が下降してしまったということで、ウィンウィンのトレードだったと思います。環境の変化っていうのも重要だったのかなと。強打選手は現状 DeNA で2割ちょっとくらいの打率で便利屋として起用されているという状態ですね。砂田投手は実質的に現状は勝負どころで使える唯一の左のリリーフということで、替えの効かない存在という点では砂田投手のが現状中日ドラゴンにとってはものすごく大きな存在だと思います。中日は現状リューク選手を育てていくというフェーズですし、ユーティリティとしては溝脇選手がいますし、村松選手が怪我から復帰すれば、まあ、一軍の二遊間の枠っていうのはかなり埋まってくるという状態です。続いて最もお得だったのは無償トレードでの獲得と、こちらも見ていきます。中日ドラゴンズとしては石橋選手が手術、大野選手がかなり年齢による衰えが出てきたというところで、木下選手の他に安心して守備を任されられるキャッチャーっていうのがいなかったんですね。ただ加藤選手を獲得したことによって2番手捕手を固定することができた、これはものすごく大きいですよね。石橋選手は現状ファームではバッティングがかなり厳しい状態になってしまっているということで、やっぱり試合に慣れていくとかそういった段階にはもう少し時間かかるかなという状況ですね。なおかつ加藤拓磨選手を最初に放出した際に獲得した加藤翔平選手は守備走塁要員としてまだ残っていて、チームとしては欠かせない存在になっています。なので実質的には加藤翔平選手を無償で獲得したというような形になっておりまして、中日ドラゴンズとしてはかなりお得をできたトレードだったのかなというふうに考えております。3つの大きなトレードということで賛否両論いろいろあったんですけれども、今見てみると現状としてはこのトレードは3つとも全て素晴らしいチームへのプラス要素があったんじゃないかなというふうに思っております。以上です。